田市の高山さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私と出会う前にどのようなこう問題を抱えてましたかね。他の業者さんにお願いしていたんですけども、工事が未完成のためだったので、一番気になっていたところはやっぱりあのご近所さんの目が一番気になる。そうですよね。私たちはどうやって知りましたかね。YouTube で施工している動画を見て知りました。あ、そうだったんです。はい、こう僕たちをですね、こう知って、はい、すぐにこうお問い合わせいただけたんですかね。はい、すぐしました。はい、私をですね、こう選んでくれた一番のきっかけは何でしょう。YouTube の施工事例を見て、郵便屋さんだったら安心できると思ったから。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。私たちのこう施工のですね、私たちのサービスとかこう対応姿勢、仕事に対する姿勢とかですね、そういうのを見てこうどのように感じましたかね。職人さんが、笑顔で挨拶してくださって、で朝から遅くまで真面目に仕事に取り組んでいただき、とても好印象を受けました。ありがとうございます。できたですね、こうお庭を見て一番こう感想というか思ったことは何ですかね。まず景色が変わったのと、でお庭に出るのが楽しみになりました。リビングから見るこのお庭の眺めっていうのが一番いいなと思っています。こう中から見てもうすぐ緑がバーッと広がって、この丸いように形になってるんですけど、夜になるとこのライトがつくんですけど、それがとても綺麗で気に入ってます。こう家族とかこう周りの評判っていうんですかね、親族の方とかそういうなんか評判はどうですかね。一応あの両親からもすごい綺麗だねって言われることもありますし、友人からもどこでどの業者さんでやったのとか聞かれたりすることがあります。この外交の費用についてですね、どう思われましたか。お値段以上の仕上がりで大変満足しております。こう悩んでる人っていうんですかね、そういう今からこう外交したいっていう人とかに誰かご紹介したいですか。新築で建てている友人に郵便屋さんなら指名できるので紹介したいです。ありがとうございます。今後こうあの外交をこう今からされる新築でこう建てられて外交したりする人とかですね、その人に対して何かこうメッセージっていうかありますかね。ハウスメーカーさんで外交もお願いする方が多いと思うんですけど、調べると、ユーリアンさんみたいに信頼できる外交屋さんもいらっしゃいますので、調べてから検討するのもいいと思います。これからも末永くよろしくお願いします。はい、いやこちらこそよろしくお願いします。